中谷貞頼は日本の実業家、映画制作者、弁護士、政治家である。大正から昭和初年にかけて衆議院議員であり、日本活動写真の専務取締役、代表取締役社長として映画を制作した。衆議院議員の中谷元は孫。1887年、茨城県に生まれる。幼少時に母の兄弟であった。 元と佐藩氏で大審院藩人や樺太地方裁判所長などを務めた中谷早見の養子となった東京帝国大学法学部独法科を卒業した内務省に入省し広島県警察東京警視庁勤務を経て弁護士となった明治漁業取締役路量水産組合副会長を務め1907年に締結された 日露漁業協約の1918年の改定に向けたの会議では漁業者代表最高顧問としてロシアモスクワへ派遣された。1912年9月10日に設立された映画会社日本活動写真の取締役に就任する。43歳になる1920年5月10日、高知県の選挙区で県政会から衆議院議員に立候補するも落選。 1924年5月10日の同選挙で当選した。1928年2月20日の衆議院議員選挙からは立憲政友会から立候補し当選している。同一選挙区に浜口友好がいた。以降、1936年2月20日の選挙で落選するまで連続4期で務めた。1932年8月。 当時、日活の専務取締役だった中谷は、日活渦正撮影所の名物所長、池永博久をはじめとする、約200名を解雇、自らが、同撮影所長を兼務した。1934年に、日活社長に就任。東京都調布市玉川の日本映画株式、会社撮影所を買収、日活玉川撮影所とし、現代劇部を京都から移転した。 当初、中谷が所長を兼務したが、後に、ネギシ一に交代した。また同年、日活京都撮影所制作部長だった、長田正一が中谷と衝突し、長田は日活を退社、第一映画を設立している。この騒動の責任を取って、後に、日活社長を辞任している。以後の日活は、ライバルの松竹と東方の総派上に置かれる。 冷蔵会社的存在となる。1954年68歳で死去。ありがとうございます。